はい、今度は松古城のそばのあちら様って呼ぶみたいな、これで。あちら神社でございますね。あちら神社はどちらですか？ってこちらですって。こちらですって。あちら神社はこちらですって。はい、そちらですって感じで畳みかける感じですね、これね。アンチラ明神、どっちなんだ。この地は真田家の古いお屋敷跡で、松岡城のふもとに位置する神社のご神体は真田幸隆の幼少の姿を写した像と伝えられているだそうです。よし、行こう。像があるみたいね。像って言ってもこっちじゃないよ。やったー、失礼します。あー、なんか、あー、像があるね。真田幸隆って書いてある。子供の頃なんだね、やっぱね、ほんと絵が。あ、絵が、うん、絵がってあるんだね。ここにも六文字あるね。うん。で、これの中に、はい、お賽銭が誰か、あれに入れてるのがね、あんちゃらないし。はい、写真撮ってね。はい、やった。まあ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 、なんか何かしら多分取ってあればいいですよって言うと思うよ、きっと。いやー、苦労した。あとは山側に行くだけだ。あ、よかったよかった、簡単に分かって。ちょっと不安だったんだ俺、ここ。ああ、よし。あ、じゃあせっかくだからちょっとあちら様でどちら様みたいな、あちら様でどちら様って、上杉様って。よし、あなたは大丈夫。大丈夫、大丈夫。あ、待ってるって。そうだよね、あなた本当は、本当は上田城行きたいんでしょ、早く。思わなかったよ俺だって。だ、あなたがね、色紙書いときますで、あ、大丈夫ですってすかさず言わないからこういうことになるんですよ。もう行かざるを得ないでしょ、もう。まあその代わり、うん、そうやってやってくれたから行けたんだけど、なんとなく。あーし、おじいちゃんの神社来たぞ。ありがとうございました。よし、あと山が行くだけだ。